ほう。注目！これよりトロストク奪還作戦について説明する。まずエレン・イエーガー訓練兵を紹介しよう。彼は我々が極秘に研究してきた巨人化生態実験の成功者である。巨人と化した彼は前門付近にある例の大岩を持ち上げ、破壊された扉まで運び穴を塞ぐ。その間彼を他の巨人から守ることが諸君らの任務である。嘘だ、人間兵器なんて嘘に決まってる。ここで死ねってのか。俺は降りるぞ。反逆者ども、今この場で叩き切る。わしが命ずる。今この場から去る者の罪を免除するの。巨人の恐怖に屈した者はここから去るがいい。そしてその巨人の恐ろしさを自分の親や兄弟、愛する者に味わわせたい者もここから去るがいい。それだけはダメだ。家族だけは。もしウォールローゼが破られれば、もはや人類は生き延びられん。我々はこれより奥の壁で死んではならん。どうかここで死んでくれ。イエーガー訓練兵の援護の壁、大岩付近の巨人を排除せねばならん。町中にいる巨人は倒すか壁際におびき寄せるんじゃ。こんなに巨人が密集してるのに倒せるわけねえだろ。うまく壁際におびき寄せよう。そうすれば壁上からの援護の攻撃で倒しやすくなる。僕だってやっ。巨人が出現して以来、人類が巨人に勝ったことは一度もない。巨人が進んだ分だけ人類は後退を繰り返し、領土を奪われ続けてきた。しかしこの作戦が成功したとき、人類は初めて巨人から領土を奪い返すことに成功する。僕の立てた作戦が採用されたとき、この作戦で倒れしかったのに。どうするか、よかったのお前が考えたんだ。うまくいくだろう。くそ、キリがねえぞ。怖くなんかないぞ。怖くなんかないぞ。ダメだよ。分かったぜ。ウェンダン、ヤバいってことだよな。怖くなんかないぞ。ダメだよ。負けるもんか。巨人に邪魔されて補給物資を運べない。もう大
丈夫だ。助かった。補給物資を持ってきたから使ってくれ。僕だってやってやる。頼んだよ。ジャンボ補給班だ。その辺にいるはずだ。見かけたら助けてあげてくれ。頼んだよ。了解だ。救援要請確認。向かいます。頼んだよ。わかったぜ。了解だ。怖くなんかないぞ。頼んだよ。これは思考士か。こっちの誘導に引っかからない。おびき寄せられないなら直接倒すしかない。怖くなんかないぞ。頼んだよ。行くよ。頼んだよ。了解だ。くそ、新鮮野郎の援護に回った結果がこのざまかよ。助かったぜ。補給物資を持ってきた。頼んだよ。お前も頼んだぜ。僕だってやってやる。落とせたぞ。シュー。いや、この左右壁を。頼んだよ。もっと頑張らないと。エレンに死なれても困るし。兄、なぜここに。ライナーたちとはぐれてる。見かけたら私は無事だと伝えておいて。目をかけてごめん。目をかけてごめん。行くよ。頼んだよ。行くよ。頼んだよ。分かった。やったぞ。頼んだよ。発射を倒したぜ。今ならやれるはずだ。行くよ。頼んだよ。かなり巨人を減らせたぞ。これなら大岩の方から面談が。何か緊急事態か。大岩の周りに貴公子が集まってきています。これではエレンが近寄れません。貴公子が直接叩くしかない。
くなんかないぞ。サシャ、大丈夫か。少し怖くなんかないぞ。平気です。分かったぜ。私にも守りたい家族がいますから。ジュン倒せた。飛行士だ。負けるもんか。行くよ。頼んだよ。分かったぜ。これで大岩の周りの巨人は排除できた。他の巨人はうまく町の隅に誘い込めている。ここまでは作戦通りだ。エレン、あとは任せたぞ。もうすぐ岩までの最短ルートだ。今見える限りでは巨人はいない。ここだ、行くぞ。人間の比率で考えればあの岩を持ち上げられるとは思えないけど、きっとエレンには私たちを導く強い力がある。エレン、thank you.